武学は大きく作法と武法の2つに分かれます。2つの違いはその起源にあります。作法は中国や中央アジア、南アジア方面が起源とされ、武法は朝鮮半島を中心とした地域が起源とされています。作法は刀楽という音楽を用い、武法には駒楽という音楽を用います。装束にも大きく違いがあります。作法の舞、左舞では赤系統の装束を用い、右舞の舞、右舞では緑系統の装束を用います。こちらは御祭りで実際に用いられている蘭陵王の装束とお面です。蘭陵王を例にとり、武学の装束をもう少し詳しく見ていきましょう。蘭陵王は走り舞の代表的なものです。走り舞というのは武学の舞の形の一つで、舞台上を活発に動き回り、物語性を感じさせる舞です。舞の形は他にも、ゆったりとしたテンポで抽象的な動きを主体とする平舞などがあります。装束とお面を見ていきましょう。作法の舞なので赤系統の装束ですね。下半身は差し抜きを着用します。そして上半身は袍と呼ばれる裾の長い上着の上に布の真ん中に穴を開け、首を通してかぶる両頭を着用します。縁にはケベリというふさふさの飾りがついています。顔には頭上に竜をいただいた奇怪な面をつけます。この面は前人の動きに合わせて動くすりあごを持つ迫力のある面です。